それじゃ行くとするか。長大な橋を越えた先に広がるのは、古くからの言葉で導きの太陽と呼ばれる荒野。強烈な日差しが渇きをもたらすこの地は、生物たちに過酷な試練を与えてきた。だがその地下に恵みの水、精輪水が埋蔵されていたことで状況は一変する。リオーコーナを支持する革新派の人々は、青い炎に照らされた先に豊かな未来を夢見て走り出した。そして俺たちもまた足を踏み出す。新たに敷かれた鉄の道をたどり、旅を続けるために。俺の故郷はこのシャーローニ荒野のさらに先、ヤースラニ荒野という場所にある。少しばかり長旅にはなるが、鉄道を使えばさほど苦労はしないだろう。駅までの道のりは、あいつを借りていくとするか。
随分と町らしくなったもんだ。無視すんな、クソジジイ！俺様の話を聞きやがれ！やれやれ。いいですか？もう調べはついているんです。物的証拠も揃っているし、疑いの余地はありません。何が物的証拠だ！嘘つきの悪党め！豚箱にぶち込まれたダチを解放しねえと痛い目に遭うぜ。はあ、どっちが悪党ですか、デコア君。君の仲間は自警隊で副隊長を務めるこの私に、あろうことか街中で高Z 銃を向けたのですよ。故に法にのっとり逮捕したわけですが、取り調べてみたら強盗の余罪までもが明るみになる始末。罪を償わせずして解放するわけにはいかないでしょう。この辺りの治安が悪くなってきて自警隊が組織されたとは聞いていたが、物騒だな。悪ガキのデコワちゃん、どうちまちたか。ご機嫌斜めなら俺がミルクでも飲ませてやるぜ。おい、ウィフーテさん、早くこのうるさいチビを追い出してくれよ。くそー、子供扱いしやがって。ダチは強盗なんてやってねえ、濡れ衣だ。チッ、無教養なガキはこれだから嫌いなんだ。デコア君、大人として扱われたいなら法に従いなさい。多くの部族が集うここシャーローニ荒野の平和は皆が法に従ってこそ保たれるのです。そしてその法を破る者を悪党と呼び、悪党を取り締まるため我々自警隊が発足したのです。その小さな頭でよく考えなさい。それとも君は。本気で私を敵に回すつもりか。そっちがその気なら、やるっきゃねえ。おい小僧。あいつは。やめておけ。引き際を見誤るなよ。なんだって。おーい、デコア、こんなところで何をやってる。揉め事を起こすでない。ロネークのクソイカの腐れ野郎。イエフーテ君、一体何があったのだ。なんてことはありませんよ、ケマッカ隊長。またデコアのやつが仲間の解放を求めて来ていたのです。
奴の動向には部下たちと目を光らせておきますので、ご心配なく。そうかそうか、いつもご苦労。では私は見回りに行ってまいります。また後ほど。お前たちもこっちに来ていたとはな。王が代替わりしたと噂で聞いたが、黄金鏡の扉とやらを見つけたということか。俺はこっちの出だからな。もろもろの報告で帰郷するついでにサカトラルを案内してるところだ。お宅は？ただの物見遊山だ。当てのある旅じゃないからな。グルージャジャから手合わせの報酬をたんまりもらったからな。しばらくはロギンの心配もない。それじゃ俺は行くぞ。ああそうだ、ここらのサボテンダーはうまいぞ。見た目は多少奇抜だが試してみるといい。野生のサボテンダーを。